1年間の目標は A チームのメンバーに入ることです。そのためには先輩たちのいいところを真似して自分の苦手なところを直していきたいです。3年間の目標はレギュラーを張って全国大会に出ることです。そのためには誰よりも努力することも当たり前ですけど、コーチや先輩などにアドバイスをもらって練習の質を高めて頑張っていきたいと思います。以上です。ピッチマネします。